こんにちは、鉛筆の中身です。今回の動画は、2022年ドラマ、アトムの子から、2人です。アトムの子の動画は3つ作っていて、これが第2弾です。1人目は、富永海役の岸井ゆきのさん。銀行員辞めて潰れかけの中小企業を継ぐんかい。と思いながら見てました。この1枚、口が難しかったです。カットしてますが、結構書き直してます。二人目は、興津明彦役の小田切丈さん。この一枚、ラフスケッチを終えた段階で誰を描いているかわかる人いますかね？自分で描いていて、誰だよ、と思わずつぶやいてしまったくらいです。それではメイキング動画です。どうぞ。
最後まで見ていただきありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。リクエストあれば、コメントでどうぞ。できるだけリクエストには答えていきます。